また吐いてんのかよ西野。一番のとこお疲れ様です。電話奥か。状況から察するに死後一日ってとこだ。犯人はガイシャをここに連れ込み、鎖に繋いで腹を空かせた犬を放って立ち去った。いずれの殺害時も雨がっぱを着た不審者が目撃されてる。犯行当日はいずれも撃てる。嘘だろ。沢村さん、警察だ。一応やろ。見つけてやる。僕は表現者だ。人を楽しませるアーティストだ。いっしょー。あなたただの人殺しや。死刑執行。ミュージアム沢村遥を殺せ。